皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。グランツーリスモ7の時間がやってまいりました。前回の動画で新しく追加されたこちらのブガッティシロンに乗ってみました。購入してからすぐ乗って、ノーマルでのエンジン音、そしてレーシングマフラーを入れた時のエンジン音など、いろんな音を聞いてみました。シフトアップ、シフトダウンなど、さすがブガッティ、上品な音にたまりませんでしたね。ということで今日はブガッティシロンに乗るのではなく、フェラーリの未来の車、フェラーリビジョングランツーリスモに乗りたいと思います。購入して乗ってみて思った疑問、そしてコメント欄でもいただいた疑問があります。今日はその疑問を実際に検証して解決していこうじゃありませんか、皆さん。それでは早速、フェラーリビジョングランツーリスモに乗り換えます。ということで乗り換えてまいりました。フェラーリの未来の車、ビジョングランツーリスモ。私この車実はかなり気に入っておりまして、いや最高なんですよ、大好きなんですよこの車。ビジョングランツーリスモで一番好きかもしれん。2番目はもちろんトマホーク。さあ今日は何を調べるかと言いますと、前回ね購入した時にもいろいろお話ししました。はい、これどうなってるんだろうねっていうお話ししたんですけども、そうなんですよ、タイヤです。これよくご覧ください。透明のアクリルカバーみたいなのついてますよね、これね。そう、今日この車でピットインしてタイヤ交換してみようと思います。タイヤ交換したらピットクルーどんな動きになるのかと、このアクリル板壊すんでしょうか、それとも何事もなかったかのように指令とタイヤ交換するんでしょうか、そしてこのフェラーリビジョングランツーリスモは一体どのようなタイヤを履いているんでしょうか、それが非常に気になります。なので今日はこのフェラーリビジョングランツーリスモのピットイン大特集でございます。いろんな角度からフォトモードに切り替えたりとかして確認してみたいと思います。それでは向かいましょう。ちなみにこの真ん中のあの映り込みですよね。これ調べていただいたんですけど、映り込みするようなところ何もないみたいですよ。はい。なのでもしかするとこれバグの一種かもしれませんね。はい。どこからどのように映ってるのかさっぱりわかんないんですけどね。はい。ということで今から実際にレースしてピットインしてみたいと思います。果たしてこのタイヤはどのように交換されるんでしょうか。楽しみですね。それでは早速向かいましょう。さあではですね、いろんな角度で見れるようにサーキットを変えてみたいと思います。まずは鈴鹿を走ってみて、まあ、鈴鹿で見えるところ見えないところあるので、まあ、その他のサーキット、まあ、海外でも見やすいところいっぱいあるので、一度鈴鹿サーキットで見てみたいと思います。それでは実際に走ってみましょう。あ、もう赤色がいるやん。いいな、フェラーリビジョングランツーリスモ。赤色がいるやん。かっこいいですね。では実際に走ってみたいと思います。果たしてどんなピットインになるのか、早速見ていこうじゃありませんか。全車フェラーリビジョングランツーリスモ、最高のレースじゃねえか。レースしないけど、おっと出遅れた、サクシマハ出遅れた、一気にオーバーテイクされてしまった。でも大丈夫、なぜならピットインまでカットするからでございます。でもせめて1位になってからカットしたい、1位になってからカットしたい。よし、ありがとう。さあここでカットだ。ピットインでお会いしましょう。普通にガス欠になったわ、普通にガス欠だわ。タイヤも大ピンチ。さあピットインです。タイヤ選択してどうだ。持ってるタイヤは、あ、やっぱアクリル板ついてるね。タイヤ太いなめっちゃ太いなこれ。はい、さあピット入ってきたビジョングランツーリスモ。おっと、カットされてる、大事なところカットされてる。でも大丈夫、リプレイそして一時停止というものがあるからね、ごまかせませんよ。さあこれはどうだろうね。ガソリンの給油口はあそこにあるのか。はははは、なるほどね。さあリプレイでございます。フェラーリビジョングランツーリスモのリプレイ、こんな感じです。ピットクルー準備していますね。あ、ホイールの柄結構かっこいい、なんかハニカム構造みたいな感じですね。後でねじっくりと見てみますからね。あ、やっぱりね、緩めてるところ締めてるところっていうのはやっぱり見えないようにしているのかな。まあ大丈夫、海外のサーキット行ってみますからね、後でね。で給油口はご覧の通り、ただこの給油口に関しては確認したところ普通にね、ありました、ちゃんとボディにありましたので、まあ燃料入れるところはここだろうなって思ってましたけど、やっぱりそこでしたね。でこれタイヤなんですけど、ん、
あれ、これアクリル板ついてるのってこれ前だけ？リアのタイヤって、あ、何もついてないかも。さあ、ということで皆さん確認です。一時停止して確認なんですけども、これホイールの裏側ですね。アクリル板の裏側、これがハニカム構造じゃないですけども、そのような構造で、このようになってますね、柄がね。で、次、はい、一瞬ストップしたらこのようにタイヤがないバージョン見えました。はい、こんな感じですね。ブレーキキャリパーとカーボンセラミックブレーキ、こんな感じ。ただ一コマ進めるとこんな感じになりますどうやってタイヤはめ込んだみたいな、そんな感じですけども。そしてこれですね、フロントタイヤ、アクリル板ついてますよね。リアタイヤ、これついてますかね。ただ奥側についてるような感じだけどね。さあ、やっぱり海外のサーキットで確認しないといけないでしょう。ということで、レッドブルリンクを今度走ります。スタートダッシュ決まった。スタートダッシュ決まったと、サクシューマッハ、さすがでございます。それでは、またまたピットインまでカットいたしましょう。またガス欠やで、本当。ガス欠もいいところやわ。さあ、ピットインでございます。どんなピットインが見れるのか、ソフトタイヤ交換。緊張の石、あ、よく見えるね。これリプレイで結構見えるかも。タイヤの柄、ホイールの中の構造がしっかりと見れるかもしれませんね。あ、ちょっと今ちょっと見えたかもしれんぞ。これリプレイ期待できます。リプレイかなり期待できます。これは楽しみですね、リプレイ。さあ、レッドブルリンク、ピットインしてきました。フェラーリビジョングランツーリスモ、これはいいカットで見れそう。しかも太陽がいい感じに当たってるから綺麗に見えるよ。さあ、どうだ、お願いよ、お願いしますよ。まだか、どうや、来た。見えた見えた、ついに見えた。後で一時停止して皆さん一緒に見ましょう。いやー、よかったな、今の完璧なカットやったな。今完璧にもうセンターロックですね。やっぱりセンターロック扱いでアクリル板に当たらないように綺麗に緩めてましたね。いや、よかった、今の完璧やったね、カット完璧。ちなみにピットインであのアクリル板割ったら処分されそう。そしてこちらフロントのアクリル板の赤い印なんですけども、こちら入ってくるときちゃんとくるくる回っているんですが、レッドブルリンク、鈴鹿サーキットともにタイヤ交換の瞬間はちゃんと上に戻ってます、このような感じで。で、タイヤ交換、アクリル板に当たらないようにちゃんとセンターロックを解除しています。これフロントにしかついてないような感じですけど、おそらく空力関係のあれじゃないかなと思います。空力特性ですね。はい、ではリプレイ見てみましょう。リアタイヤには多分埋め込まれているか、まあ外側にはついていないですけども、間違いなく空力関係であることは確かかなという感じですね。いやー、楽しかった。ご視聴ありがとうございます。皆さん、お疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで、今日はこちらのフェラーリの未来の車、フェラーリビジョングランツーリスモ、こちらの車でピットインしてみたら、ああなったということなんですけども。いや、良かったですね。予想通りと言いますか、アクリル板は破壊してなくて良かったかなと。で、ホイールの柄と言いますか、ホイールの形、あんな感じだったんですね。結構かっこいいホイールだなと思って感動しました。このカットでは分かりませんからね。よく見たら分かるような感じもするけど、難しいもんね、これで見ると。ね、明るいところで見たらあんな感じなのかっていう感じですけども、できたら、タイヤを取った後の、まあ、ボディを見てみたいなっていう感じですね。タイヤがついてたアーチのところを見てみたいなと思うんですけども、だいたいそこはカットされてるので、どうしようもないかなと思うんですけども。いや、よかったね。アクリル板このままだったね。普通にフェラーリのロゴマークのところ、センターキャップのところに突っ込んで、まあ、タイヤ交換していたということで。まあ、当たり前なんですけども、当たり前ですけども、いざこうやってちゃんと見てみると、すごい、作り込みが良かったかなと思いますね。はい、ということで、まあ、このフェラーリビジョングランツーリスモ、ピットインしたらこのようにピットインしますという動画でした。いや、ほんとね、こういう特殊な車のピットインって意外とどうなってるのか気になるんですけども、サーキットを変えるといろんな角度から見れるので楽しいですよね。ということで、このタイヤ、これからもしかすると流行るかもしれませんよ、なんて。このアクリルなのかガラスなのか
ちょっと知りたいけどね、これ実際本物の実写飾られてるみたいですけど、どうなってるのかっていうのは、また現地の人おられましたら、ぜひ教えてください。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。